J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間はアーツカンシル東京クリエイティブファイル。アーツカンシル東京のさまざまなプログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。はい、今日は小金井アートフルアクションの活動に注目します。スタジオには事務局の新田志乃さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。まずですね、タイトルに小金井というのが入ってるんですけども、こちらの活動、小金井市と関連があるということでよろしいですか？はい、2009年に始まった小金井市の芸術文化振興計画という計画の推進事業として行ってます、うん、はい、小金井に住んでいる方が、いろんな方が芸術文化を楽しめる街になることで、より豊かに暮らしやすい街につながっていくことを目指している取り組みです。なるほど。具体的に、活動として行われていることって何になりますかね？はい、市民がアートと出会うことで日常の暮らしの中で新たな発見ができたり、あとは自らもいろんな活動を始めてみたり、いろんな心豊かな生き方を追求するきっかけになることを目指しています。はい、何か、最近のこう事例はありますでしょうか？はい、いろんな活動をしているんですが、最近取り組んでいる活動に、市民生活展早期のボタンという市民の皆さんと一緒に取り組んでいる展覧会の企画があります。はい、早期、思い起こすのボタンということでいいんですね。はい、それはどういう企画なんですか？はい、小金井と私ひそかな表現というプロジェクトを去年から行っているプロジェクトでして、はい、アーティストの浅田渉さんという方をゲストディレクターにお招きして行っているプロジェクト で、はい、で去年は街と表現についてワークショップを行ったんですけど、今年はその去年参加してくださったメンバーで市民有志によるチームを作りまして、小金井の町の記憶をテーマに展覧会をやることになりました。町の記憶、はい、具体的には町の記憶ってどういうものを展示するというか集めるんですかね？たくさんいろんな記憶が集まってきてるんですが、はい、テーマは、小金井で今はもうないけれど大切なものや場所について教えてくださいっていうテーマで、いろんな記憶をそれは市民の皆さんに来てもらって、はい、取材をするような感じですか？取材でインタビューでお話を伺ったり、あとはそのテーマでいろんな紙を書いていただいたりして、はいはいはい、ここにあれがあったんだよとかそういうことも含めて、じゃあ割とずっと小金井に住んでいた、はい、お年を召した方とか、はい、そういう方の方がね、情報は多いですよね。そうなんです。でも例えば小さい幼稚園のお子さんから、昔金魚を飼ってたんだけど金魚死んじゃったんだよとか、そのさりげない記憶まで、いろんな記憶が、そういうことまでいろんな記憶でいいわけですね。じゃあその言葉を、はい、形にするというか、どういうふうに展示していくんですか？市民メンバーがその大切な記憶に寄り添いながら作品と表現に変えていくんですけど。そういうことか。そうなんです。皆さんからお話を聞くのは、はい、一種の記憶の素材を集めるみたいなことで、はい、それを今度は表現に転換して行われるのが今回の、展示ということなんですね。そうです。なんか面白いですね。今をこう考えるんではなくて、はい、なんか昔のそういう記憶をつなげてってみんなで盛り上げていこうっていうことですよね。そうなんですよ、いろんな記憶を聞くときに、もしかしたらその記憶の中から未来のことが広がっていったり、あとはたくさんの人の記憶が交差している街っていうのを体感できる、とっても素敵な展示になるかなと思ってます。そうですよね。街ってだから物とかね、具体的に言うと駅とかね、その建物とかが記憶、街の記憶みたいに思われがちだけど、そこに住んでた人とか住んでる人とかがいるわけですよ、その人がいるってことですよね。そうなんです。参加されている方はどういう方たちなんですか？はい、大人が多い、子どもさんからもね、いろんな記憶が出てくるっておっしゃってましたけれども、はい、どういう方が、展示を作る市民メンバーも実は一番下の年齢は小学4年生から、それから大人の方まで年齢もすごくさまざまなチームなんですよ。で、記憶を提供してくださる市民の皆さんも本当に幼稚園の方から、それこそご高齢の方までたくさんの方に記憶をいただいてます。今取材というかね、そのリサーチは何人ぐらいにしようっていう、イメージで進めてるんですか？
紙としてテーマにたくさん書いてくださった記憶が今50枚ぐらい集まってきてます、うんうん、あとインタビューをしたり、あとはそのメンバーの方がお話を聞きに行ったりしてるのがだいたい20名ぐらいなので、今70個の大切な70メモリーが70メモリー来てる。そうなんです、集まってきてます。でもインタビューする方っていうのはもちろん知らない方で初めてお会いするっていうことですもんね。すごいコミュニケーションの場になりますね、はい、すごい、とってもその記憶を聞くっていう行為自体もすごく面白い行為で、そこからまた自分の記憶を思い返したり、はい、そうなんだよね、忘れてるんだよね。そうですね、建物がなくなった場所って何があったかすぐわからなくならない、わかります、うん、それがね1年前でも忘れますよね。あれここなんだっけって思うだよね、はい、そうだからちゃんとやっぱりいろんな人のつなげていくっていうことはすごく大事なことですね。しかもそれがまあどんな表現になるのか、それは皆さん足を運んでちょっと確かめなきゃいけません ね、 でどんな未来が見えてくるのかっていうのも面白いですね、はい、今日ご紹介しました小金井と私密かな表現市民生活展早期のボタンは8月23日火曜日から8月28日日曜日、小金井宮地楽器ホール地下1階の市民ギャラリーで開催されます。詳しくはアーツカウンシル東京の公式サイトをご覧ください。はい、今日は小金井アートフルアクションの事務局新田志乃さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。